皆さんこんにちは。2020年11月10日、伊丹市は市政施行80年を迎えました。伊丹市立博物館ではこれを記念し、8月10日から11月までの毎月10日に動画配信を行っています。平成から昭和15年までの市政施行まで、伊丹市の歴史を皆さんと一緒に振り返ってみたいと思います。第4回目の今回は、80年前伊丹市市政施行と題し、伊丹市の誕生から現在の伊丹市駅になるまでの過程について紹介したいと思います。現在の伊丹市駅は、伊丹町、稲野村、上津村、長尾村の一部の4つの町村が合併してできています。この町村は明治21年1888年に交付された市政町村制によってできました。まずは伊丹町と稲野村との合併から見ていきましょう。昭和15年1940年11月10日、伊丹町と稲野村が合併し、伊丹市が誕生しました。市庁舎は現在の伊丹シティホテルの北側にありました。昭和15年は後期2600年にあたり、全国的に奉祝行事が行われました。後期2600年とは紀元2600年のことで、初めての天皇とされる神武天皇が即位した年から2600年目にあたる年を指します。伊丹市では市政施行の祝賀と合わせ、11月10日から5日間にわたり記念祝典が催されました。さて、合併した伊丹町と稲野村ですが、合併前はどんな町村だったのでしょうか。それぞれの町村の歴史を見てみましょう。まずは伊丹町です。明治に成立した伊丹町の町域は、江戸時代の村である伊丹、北河原、天津、北村、王子香から成り立っています。特に江戸時代、伊丹には伊丹郷町と呼ばれる在郷町があり、江戸住み酒造業で栄えました。また伊丹郷町の大部分を治めた領主近衛家は、有力な酒造家たちに宗宿老という役を与えて調整を任せていました。宗宿老が政務を行っていた会所は後に伊丹町役場となり、市政施行後は伊丹市役所となりました。次は稲野村を見てみましょう。稲野村は10の村から成り立っていました。五ヶ塚、南野、野間、堀池、小屋、千祖、山田、寺本、池尻、神殿中野です。江戸時代、それぞれの村には領主がいました。例えば五ヶ塚には、一つの村に4人もの領主が存在しました。明治に入ると、神殿中野の一部である東の地域で、果樹の苗木栽培が盛んに行われるようになりました。特にみかんなどの柑橘苗を栽培していました。昭和22年3月1日、上津村は伊丹市と合併しました。上津村は江戸時代8つの村から成り立っていました。下河原、小坂殿、中村、東桑津、西桑津、岩屋、森本、口境です。上津村の西には稲川が流れており、水に関する記録が多く残っています。昭和14年1月17日、小坂殿、中村、東桑津、西桑津にまたがる約53ヘクタールの高地に、現在の大阪国際空港の前身である大阪第二飛行場が開場しました。翌年から始まった拡張により、上津村は 36.5% もの土地を失い、伊丹市と合併することになりました。最後に合併したのが長尾村の一部です。長尾村は7つの村から成り立っていました。荒牧、河野池、荻野、山本、平井、中筋、中山寺です。江戸時代、山本村の周辺では植木の栽培が盛んでした。明治6年1873年には、兵庫県令の神田公平が園芸事業を農家に推奨し、ユーカリやバラなどを栽培させました。明治中期には年産5万株を超え、その3分の2はアメリカの各地に輸出されるようになりました。昭和30年1955年4月1日、長尾村のうち荒牧、河野池、荻野、山本の一部である
大野神殿伊丹市に編入しました。いかがだったでしょうか。当館では10月10日から秋季企画展伊丹市80年のアーカイブ過去と未来を結ぶものを開催中です。本展では本市が積み重ねてきた記録が現在にどのようにつながっているかをテーマに展示を行っております。今回動画で紹介した資料も一部展示しています。会期は11月29日まで、毎週月曜日が休館日です。入館料は無料です。皆様ぜひお越しください。